さて、摂理の方向性を見ていきたいと思います。摂理は過去から現在、そして未来へとつながっていくと思ったとき、考えたときにですね、過去宗教を通して神様は人類の霊的意識を高めてこられました。しかし宗教時代は個人の救いにとどまっていましたね。そしてどういう何をすることによって救われるのかというと、教理を信じれば救われる、しかし信じなければ救われないという選択的救済でありました。この選択的救済というのは、神様の信条から考えれば、神様の信条からはかけ離れていますよね。神様はある人ある群れだけを救いたいのではなく、全人類を救おうとされますから、信じる人は救われて、信じない人は救われないではですね、明らかに限界があり、神様の摂理を考えればこの次の段階が確実にあるはずだということがわかります。信じれば救われるのか、信じなければ救われないのかではなく、救いとは本当にどういうことを意味しているのかということをですね、この時代の宗教人にもう一度考えさせたのがアダム型人物の御言葉でありました。救いの意味とは何なのか。聖書を信じるアブラハムの伝統をの宗教であればですね、聖書を信じていますから、アダムとエバを神様が創造し、そして堕落していなければアダムとエバは一体何をなすことができたのだろうかと。三大祝福ですよね。三大祝福であり、それはまさに祝福を受けて神中心の家庭を作っていくこと、この家庭、堕落することでできなくなったことをもう一度できるようになることが救いであるということを考えればですね、この救いはまさに神中心の家庭を作ることによってもたらされるわけですよね。ですから家庭の救いなんだということです。ある宗教を信じている人は救われるけれども、信じてない人は救われないということではなくて、宗教と関係なく誰もが家庭を持っています。アフリカの人も、アルゼンチンの人も、アメリカの人も、キリスト教の人も、イスラム教の人も、ヒンズー教の人も、誰もが家庭を持っています。その家庭を神中心の家庭にしていくこと、これが本当の救いですよね。ですからこの救いというものは限られた人だけにもたらされるものではなく、普遍的な救いであります。普遍的救済。でもじゃあなぜこの時代においても家庭はあったし、神様を信じていたのに、なぜ神中心の家庭というものが現れなかったのか。それは人類が現在というものを持っていた、血統が神様につながっていなかったので、現在を通していくらでもサタンが入ってきますから、罪の根が現在ですからね、どんなにいい家庭を作ろうとしてもそこから問題が生じてくるわけですね。堕落性が出てきて罪を行ってしまう。この現在を清算して神様の直接主観権に入ってこそ、神様が直接働くことのできる神様中心の家庭を作ることができるので。そしてまた人類はそういう神様の直系の血統を持った、神様の愛が完全にわかる、つまり神様の心情、他の人を喜ばすことによって自分も喜ぼうとする、この神様の心情が 100% 分かる人が現れて家庭を作ってこそですね、その実態を通して学んでいくことができる。この2つの内容をですね、祝福を通して、されようとしていたわけです。ここができるようになるので人類が次の段階に進むことができるんですよね。ですからこれはイスラム教を信じていたら祝福を受けれない、キリスト教を信じていたら祝福を受けれないというものではなくて、宗教を超えてですね、どんな宗教を持っていたとしても誰もが受けることができる、神様を信じている人であれば本当に神中心の家庭を作っていくことなんだと。宗教の狭いボックスから離れてですね、そして家庭を作っていくんだと。お父様は宗教を見る観点がとてもユニークでありました。すべての宗教のルーツは神様なんだと、神様から来ているんだと、80%、90% は同じことを言っているんだと。普遍的原理ですね。神様が創造当初に立てた原理はたった一つなので、その神様の立てた内的真理に対して、その時代に生きたさまざまな文化背景やその時代の霊的意識に合わせてさまざまな形で語られているけれども、その元は神様が立てた真理は一つしかないので、普遍的なものであり、その普遍的原理があって、そして信じれば救われる、信じなければ救われないではなく、その原理に基づく価値観を立てて、その価値観に沿ってそれを実践して、どこで実践するのか、家庭で実践して神中心の家庭を作っていくことが本当の救いであると。そしてこの救いはですね、自分が救われたいという個人的なものではなくて、祝福を通した大転換というのはですね、私が
私のアイデンティティが神様の息子娘に変わるということですね。ですから私が私の個人的に救われるではなくて、私は神中心の息子娘になり、そして親なる神様の願いを果たしたいと考えるようになるので、この神様中心の家庭は自分の家庭だけ神様中心の家庭にしたら終わるのではなく、神様の息子娘として親である神様の願いであるワンファミリーアンダーガッドを成したいと、それを共に協力してこれを成していきましょうと。一つの家庭では成せないですよね。イスラム教を信じている神中心の家庭だけでは成せないですよね。宗教の壁も越えて、人種の壁も越えて、文化の壁も越えて、そしてこのワンファミリーアンダーガッドの世界を成していこうとしたら、この神中心の家庭が連合して力を合わせて協力していかなければならない。本来の家庭連合はそのような家庭連合になるはずでした。そしてこれは宗教を通した宗教の制度化された宗教の運動ではなく、あらゆる分野に神様を取り戻していくようになるので、神中心の家庭が一度に一家庭ずつ立っていくと、そういった家庭で成長した人たちは社会のあらゆる分野に出ていって、その分野を神様中心に変えていきますよね。ですから新しい文明が創造されていくということがあります。新文明創造と。ですからこの既存の宗教を信じている人たちに対してですね、自分の教理、私の教理、私の真理ではなく神様の真理に立ち返りましょうですね。神様が立てた真理は一つであり、それを実践して 89% 同じなんですから、それを実践して本当に神様中心の家庭を作り、そして家庭を守る運動を起こしていって、ワンファミリーアンダーガッドの世界を作りましょうと。このワンファミリーアンダーガッドの世界を作りましょうというのは、宗教の目的、自分の宗教だけを考えて自分の宗教の目的に生きるのではなく、神様の目的を成していきましょうと。宗教をですね、一段階引き上げて、本当に宗教の狭いボックスから出て、自分の宗教の目的、自分の宗教の真理ではなく、神様の真理、神様の夢、神様の目的に引き上げるわけですね。これをしてこられた方が第三アダム文鮮明誠のお父様であり、それを正しく継承しているのが第四アダムムヒョンジン様誠のお父様ですね。この摂理の方向性、教会時代の終焉の意義をはっきり知らなければいけないと、ヒョンジン様が繰り返し言われていましたけれども、この教会時代終焉において一番重要なのはアイデンティティが変わるということですね。宗教のアイデンティティを超えなければいけないんだということであります。A グループと B グループ2つの葛藤しているグループがあったとします。偏見や無関心で壁がある2つのグループがあったとします。どのようにしたらこの壁を超えていくことができるのか。この壁は何によって作り出されているのかというところを見ますとですね、この壁はアイデンティティの違いによって作られているということがわかります。例えば日本人だというと韓国人の間に壁ができ、白人というと黒人の間に壁ができ、キリスト教というとイスラム教との間に壁ができてしまいます。この壁をどのようにして越えていくことができるのか、この人類を隔てる壁を撤廃していくことのできる一つのビジョン、誰もが共有できる、宗教を超えてどんな人の胸にも響くことのできるビジョンがワンファミリーアンダーガッドですね。なぜならそれは人類の親である神様の夢だからです。そしてこのビジョンを信じるのであれば、人類の父母が神様であるということを認知することですから、そうなると私のアイデンティティが神様の息子娘となりますよね。これが共通のアイデンティティとなります。自分がどのような個性を持っていて、個性心理体ですからいろんな個性を持ってますけれども、でも違いがあるけれども、私たちは皆が共通的に神様の息子娘なんだというふうにですね、私たちの霊的意識が引き上がって、霊的意識はどう考えどう捉えるかですから、この人類は私の家族なんだと、赤の他人ではなくて同じ親から来ている、血縁が血がつながっている私の家族なんだと、まあ、厳密には祝福を受けてこそ本当に血統がつながっていきますけれども、しかし皆神様の息子娘なんだというですね、こういう意識を持ってお互いを見るようになるとですね、初めてここでこのワンファミリーアンダーガッドに向けて協力していこうというようになるのであり、この協力する、神中心の家庭が連合して協力してより大きな目的のために生きていくときに、この壁が撤廃されていきます。そしてこのビジョンは実現されていくことでしょう。
ですから第三アダム文鮮明誠のお父様が掲げたこの摂理的ビジョンに対して私たちは忠実であり続けなければなりません。しかし教会時代終焉、宗教時代終焉とあんなにも強調されていたこの摂理的ビジョン、この摂理の方向性に対してそこにとどまらず忠実であり続けることができなかったがゆえにこの統一運動が分裂していきました。